今回は、樋口一郎くんの今まで、惹かれたピアニストをちょっと挙げてお話を短くしてもらおうと思います。うん、さて、うん、まあいつ どこまで遡るかによるけれども、うんうん、まあ自分の思うところからなんか。そうですね。うん、まあ、やっぱり音楽に。のめり込んでからの、まあ、大学生からとしましょうか、うんうんうん、そうですね、これこの手の質問はよくされるんですけれども、おそらくその学生の時、大学1年生でしたね、うん、その福岡から上京して一発目に聞いたのが、うん、あの反田くん、うん、反田恭平さんの、うん、2個上の先輩かな、うん、の演奏、モーツァルトのコンチェルトをその当時聴いてたんですけど、うんうん、まあ東京にはなんかすごい人がいるんだと、なんかね、その音楽のね、うん、大学の環境にはあ音楽の環境で過ごしてたわけだから、ね、一般校だったのもあって、うんうん、なんかもう衝撃的だったんですよね、うん、最初、うん、なんかすごい人がいるね、こ、うん、れが始まりで、うんうん、まあいろんな演奏家に僕は。興味を持ってきましたけれども、うんうんうん、まあ、次に、すごくこう、うん、気持ちが入ったのは、うん、あの霧島の音楽祭でお世話になったビル・サラーゼ先生ですかね、うんうんうん、どういう印象だった？あの最初見た時はやっぱり怖そうというか、あ、まあね、なんか真っ黒で、うんうん、なんかこう、という独特だよね。そうですね、うん、個性的な、うん、でもね、あの、あ、僕もちょっとは面識は、ね、あるけど、うんうん、笑うとね、チャーミングなんだよね。そうですね、全然違うんだよね、うんうん、済ましてて怖いけどね、うん、まあ、レッスン中は怖いですけどね目が合うとうわってなりますけど、うんうん、ちなみにあのそうそう、ビル・サラーゼ先生っていうと、うん、こうまあこう簡単に言っちゃうとどういう、こう感じのレッスンだった？まあやっぱりその彼女のその何か哲学に基づいたレッスンなんですけど、うん、あの弾き方が云々というよりもやっぱりそのかいつまんで、うん、なんて言うんでしょうね、やっぱり鋭い選球眼で、うん、あのその人に足りないものをパッとこう言うようなレッスンスタイル、うんうんうん、という印象ですね、うん、でビル・サラーゼ先生と、まあ、あのありがたいことお話する時に、うん、一番こう心に残っているのが、うん、あのおそらく彼女が、うん、おいくつでしたかね、多分、まあ、70の後半かな、うん、ぐらいになだった時に、あの私は何歳になっても、うん、あの本当にいいと思うものが見つかったら、うん、いつでも自分を変える準備はできていると、うん、なるほどね、うん、その言葉は今でも心に残っているんですけど、さすが、そうですね、うん、まあなんかそう一時期そういう時期があって、うん、で今度はあの、うん、あれですね、次アルゲリッチを生で聞いたんですよ、あそうするとまた全然違う世界が広がっていて、あのまあ、もしかしたらその一般的によく聞くんですけど、うん、アルゲリッチってこう、まあ、早く弾いてる、まあ、テンポが早いとか、うんうんうん、どっちかというと高質な印象、うんうん、音が高質な印象っていうのを持たれる、うん、みたいなんですけど、うん、生で弾いた時もまあほわっと、うん、あの柔らかいですよね。そうそう、だからね、あのそれはねニコラウ先生も一緒でね、うん、よくね、なんだろう、録音を聞くと音が硬いっていう人がいるんだよね、あ、うん、同じように、うん、だから音の芯みたいなものは確かに録音って捉えるんだけど、うん、響きの部分まではなかなか捉えないよね。そうですね、うん、だからアルゲリッチも僕は生で聞いてないけど、うん、きっと同じことが言えるんだと思う、うん、きっと同様にホロビッツも同じような印象なのではないかと思うんですけど、うん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 、あ、同じ。僕は生で聞いてるから。そうですよ、ね、そうそうそう、大昔ね。うん。わーっとね、NHK ホールの3階席まで上がってきたからね、響きが柔らかく、うん。うん。そうそうそう。うん。で？そうですね。うん、まあ、言えばキリはないんですけど。うん、ちなみにね、はいはい、アルゲリッチのね、うん、音楽を聞いてて、なんだろう、その、例
例えばイチローにとってどういうところが魅力的に感じる？例えばですけど、うん、その時あのオケと一緒に弾いてたんですね、うんうん、あコンチェルト、コンチェルトだったんですけど、うん、あのとにかくあの非常にあの柔軟でいて、うん、あのとにかくこう、ま、混ざるんですよね。よくまず音質のことだと思うんですけど、うんうん、あ音質ね、うん、すごく混ざること、うん、それからあの自由な伸び縮みですね、うん、僕はなんかそこに、魅力を感じて。あそれは何、テンポルバートっていうじゃなくて、うん、テンポルバートって言ってもいいかもしれないんですけど、うんうん、なんかいわゆるその響きが有機的に伸び縮みする。あ響きの音楽と響き、まあ両方、うん、まあ一緒ですからね、うんうんうん、っていうイメージ、うん、それからやっぱその、あの多彩なパレットですね、うん、そのいろんな音色を、うんうん、その時聞いたのがそのプロコフィエフの3番のコンチェルトなんですけど、うんうん、まあ一般的にあのよく聞く演奏とはやっぱ対照的に、うん、あのもうなんていうんですかね、そういうあのなんていうのかな、重たく押し付ける、うんうん、音楽じゃなくて、うん、もう次から次にコロ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 と音色を変えていく、うん、なんかあの様に僕はあのプロコフィエフの3番のね、うん、コンチェルトを聞くと。うんまあ、プロコフィエフの作品自体がそうだけど、うん、あの響きがあまり豊かじゃない人が弾くと、うん、とにかくあの硬い印象だよね。うん、そうですね。硬いとかなんか強いとか、うんうん、だからあそうだなこう、うん、例えば、うん、僕の個人的なプロコフィエフの3番なんかはこうなんていうのかな重くはないんだけどみんな、うん、あの曲が曲だから、はいうん、だから、軽石ってわかる？軽石わかる、ね、うん、なんか ああいう軽石をイメージするような演奏がなんか多いんだけど、うんうん、実際アルゲリッチが弾くとそういう感じじゃない？そうですね、うん、あもうあのと、うん、レンジがやっぱり広いので、うん、いろんなその、うんうん、いわゆるその色彩感もそうですし、うん、あと柔らかいそうですね、うんうん、だから柔らかいか硬いかっていうのはやっぱり響きがどんだけ豊かになってるか、うんうん、なってないかっていうので全然違ってくるんだろうね。そうですね、まずね、うん、まあそれだけじゃなくてもちろんその音の鳴るタイミングが、うんうん、例えばこう、うん、例えば強弱も含めて、うんクレッシェンド・ディミネンドも含めて、直線的に聞こえる人が割と多いんだけど、そうです、ね、うん、そういう感じではなかった。ではないです。曲線的だとか。うん、うんうん、なるほどね。うん、でその後、うん、じゃあその後はまたそう、うん、全然違う路線に行くんですけど、僕は内田光子さんに正直系統したんですよね。うんうんうん、やっぱり。彼女にはそのいわゆる日本の、うん、あの日本人だからこそ感じることのできるその繊細な感性だったりとか、うん、っていうものを僕は、ね、イメージしますね。うん、そう僕もね内田さんのね学生時代モーツァルトをねデビューしてね聞いた時にいやすごい人が現れたもんだってね、うん思ったけどね。あでもねあの僕ちょうど内田さんがね、僕は学生時代に、いわゆる世界的にね、うん、あのメジャーレーベルと契約して当時フィリップスだったか、うんうん、ちょうどそういう時期だったんだけど、その契約する前っていうのが時代を僕はかろうじて知っていて、うん、あの東京のねあの普通 あの多目的ホールでねもう白黒のチラシでね、うん、もうそれでもお客さんが入らないで内田さんの先生であった松岡先生がもう一生懸命チケットをねさばいてたっていうのがね、うん、そういう時代を僕は知ってるから今でもねあの覚えてるけど白黒のチラシでね地味だね、うん、まだそういう時代があったんだよね、うん、やっぱりあの日本の大学出てないから当時はやっぱりね
そんなに知られてないし、うん、日本のコンクールにも入ってないから、うんうん、やっぱそういうところ日本のその音楽界っていうのはまあ結構冷たいところあるよね、うん、でそれが一気にまあこんなこと言っちゃなんだけど、うんうん、メジャーレベルしましたって言ったらもう突然ね、うん、わーって人気が出ちゃってね、うんうん、だからまあ内田さん自身がどう思っていらっしゃるのかね、そのまあそういうことに関して、うんうん、本当にご苦労なさった方だと思うから、うん、でも、まあ、あの方のもうとにかく当時、うん、30代だったと思うけど、うんうん、とにかくもうモーツァルトで、うん、デビューした時っていうのはもう僕は鮮烈でね、うんうん、で、まあ、特に、まあ、最初にね確かねあのピアノソナタ出したんだけど、うん、その後もね、まあその他はその他で良かったんだけど、あのコンチェルトの20番と21番をカップリングした CD っていうかね、はい、まあ、僕はまずそれこそ LP レコードの時代に買ったんだ、うん、初め、うん、いやもうね最高でね、もう21番が特に僕は好きでね、うんうん、あのたまたまねあの大学のコンチェルト試験の時にモーツァルトの21番をあのもう内田さんの影響であの弾きたくなっちゃって弾いたぐらい、はいはい、わざわざ、うんうん、そんなのを思い出すね昔の話だけど、うん、もうでもね、まあ、モーツァルトはもちろんだけど、まあ、僕は個人的にあのシューベルトが好きかな、うん、内田さんの、うんうん、そうですね、うん、そうでまあいいやそれは僕の話だけど、うんうん、で一郎そうですね、うんうん、千田光子さん、うん、なんか狂ったように聞いてましたね、うん、またお話もね面白いですね、面白いしね、うんうん、いろんな、うん、でやっぱり最、うん、まあここらで最後にしようかと思うんですけど、うん、まあやっぱりニコライはですかね、ああそこに来ましたか、タチアナ・ニコライは、うん、それこそ、うん、大学の初めの頃ですかね、うん、は正直良さが全然分かんなかったので、うんうんうん、まあ、あの例えばチャイコフスキーの、うん、コンチェルトの動画が上がってますけど、うん、まあなんという弾き方だろうかみたいな、うんうんうん、衝撃だけは受けてたんですけど、うん、いまいち分からずっていう感じで、うんうん、でこれは思うに耳だと思うんですけど、うん、だんだんいろんなことを勉強するにつれて、うん、あのなんかこう頑張って追いつこうとするじゃないですか、うん、それどんどんニコライワのすごいところが見えてきてる、うんうんうん、っていう、まあ、これはまあ学ぶものとしての感想ですけど、うん、あとはそのロシア人の演奏家っていうのもたくさんいる中で、うん、そのニコライワに強く見られるあの、まあ、要するにハーモニー感ですかね、うんうん、やっぱり惹かれるところがあって、うん、あのねある人がねやっぱり言ってたけどね、あのニコライワはあのいわゆるそのニコライワにしかない、うん、ピアニズムというか、うん、あの一つの独立したあのものを、うん、持ってるみたいなことをねどっかで誰かが言ってたのを読んだことがある、うん、だから、まあ、僕もたまたまね、うん、あのニコライワ先生が、まあ、きっかけだった。だけども、うんうん、あのやっぱあのちょっと違うね他のロシア人ともまたね、そうですね、うんうん、独特だよね、うん、だから彼女にしかない何かこう、うん、例えば響きであるんだりとか音楽であったりとか、やっぱりだって彼女が打ち立てたバッハっていうのもやっぱ特別なバッハだと思うんだよね、うん、で先生ご自身のやっぱりインタビューでも答えてらっしゃったけれども、うん、やっぱりあの一般にはね、例えばペダルをなるべく使わないバッハが主流なんだけれども、うん、やっぱりそのバッハを、うん、もう要するに心を持った人間であったと、だから、詩情豊かに、うん、その弾きたいっていう、うん、そういうやっぱりその考え方から、しかもそれその考えを、ショスタコーヴィッチがその、うん、その
同じようにあのそれをなんていうの称賛してくれたみたいなね、うんうん、ことをおっしゃってたけど、はいうん、だからまああの先生はあの先生でやっぱり一つ打ち立てたよね、うんうん、独特のものをね、うんうん、だからうん、なんだろうね、うん、ちょっとこう特別な存在かもしれないねそのロシアの中でもね。そうですね、うんうん、だからまあね僕今でも覚えてんだけどね、はい、あの大学時代ねいやなんて自分はバカだったんだろうなと思うのはね、うん、あの大学学校にねあのマスタークラスで来たりとかしてたんだよね、はい、記憶にあるんだけど でも全然当時興味がなかったから聞きに行かなかったんだよ、はあうん、そう日本で、そうですか日本で、うん、そんなもんなんだよね、うん、でも当時の僕がね、うん、大学生まだ大学生だった僕が、うん、あ聞いたところで彼女の良さが分かったかどうかは分かんないよね。だって興味があることってその時によって違うからね。そうですね。うん、確かに変わっていきますし、ね。で、じゃあまあそういうあれを経てるけど、例えば、うん、まあその名前が上がってない中で、例えば一般的に往年の巨匠と言われるようなピアニストの中で。うん例えば誰かあ他に挙げるとすればそうです、ねうん、いいなって思った夢中になった時期があるようなピアニストって誰がいる？ピアニストですよね、うん、うーん例えばもっと昔の時代の人とか、はいはいはい、もうちょっと前の時代の人とかそうですねうん、うーん例えばこれそれこそ昔の人ではないですけど、うんうん、小山道江さん。ああ、僕も、うんうん、素晴らしいと思う。うん、僕は以前多分福岡だったと思うんですけど、うんうんうん、あの中学生ぐらいの時は初めて見て、うんうん、何かこう並々ならぬものを感じたんですけど、うんうん、素晴らしいよね。はい。うん、あと僕はね個人的にね好きなのはね海老彰子先生。ああ。はい。やっぱりね、海老先生もね、うん、ものすごい繊細な演奏だね、きめの細かいね、はいうんうん、個人的には思うな、うんうん、特に抜きに出てるかな、うん、僕の中では、うん、特日本人のピアニストっていうと、うん、特にいいなと思うのはやっぱ小山さん道江さんと内田光子さんと海老彰子先生が特に、うんうん、僕は好きかな、うんうん、同感ですね同じなんだ、うんうん、あとなんかなんか不思議なこれまたちょっと話がそれちゃうかもしれないけど、うんうん、何か僕は女性のピアニストに、うん、あの惹かれるような、うんうん、なんか気がしてあそれ言ったらね僕ね歌手はね、はい、男性はほとんど聞かない。ああそうですか、うん、女性の声ばっかり聞く、うん、なんか、ね、男性の声聞いてて、ね、辛くなってくる。歌手って声楽家ね、声楽家、うん、うん、不思議とそうかもしれないですね、うんうん、でどんなにすごいって言われてても、あんまりね男性の歌手の CD を聞こうとは思わないかな、うん、不思議と、はい、うん、なんででしょうね。分かんない。謎。不思議な。うん、なんかね、男性の歌手を聞いてると、うん、なんかね、声が、うん、重たく感じたりとか、はい、場合によっては直線的なものを感じたりとか、うん、するんだよね。女性の歌手のがキメが細やかだったりとか柔らかかったりとか、っていうのはちょっと思うところはあるかな。もちろん例外の人はいっぱいいるんだろうけども、うん、そういうのはあるかな。うん、確かに分かる気がします、うん、
そのなんか思い返すと うちにある CD もほとんど女性の歌手です、ね、うんうん、不思議だね、なんか不思議だ、うん、なんかピアニストから歌手の話、そうですねいやでもまだまだ知らないピアニストもいっぱいいるんでしょうけど、そうね、あ、まあね、素晴らしい人はいる、知らないだけでいくらでもいるんだろうね、うんうん、自分の中での流行りも変わりますからね、うん、でもとりわけそのあたりですかね、うんうん、じゃあね、例えば、まあそんなの自由なんだけど、その、うん、どういうピアニストに惹かれようがね、うんうん、皆さんね、その自由なんだけども、うん、特に、おすすめしたい一郎推しのピアニスト推しですか、そう、うん、今流行りの、うん、例えば あんまりね、はいはい、あんまり、クラシック音楽をある意味で、専門的にやってない人に対して、はいはい、例えばこのピアニストのこういう良さがあって、こういうところを聞いてほしいみたいな、例えば誰か一人あえてあげるとすれば、ああこれ最近のことですけども、うんうん、一時期オーケストラ作品をずっとやってたじゃないですか、うんうんうん、でそういうこともあって、うん、あのアシュケナジの見方が変わったっていうのはありました、ね、うんうん、僕もそう思う、うんうん、なんか正直ですよ、その学生の時は、うん、すごく生真面目な印象だったりとか、うん、すごく淡々と弾くなってイメージがあって、うん、なんとなく聴かない時期があったんですけど、うんうん、なんか要するにその指揮者の感覚っていうものを少し学んだ時に、うん、なんか心地よく聴けるようになりましたね、推しですね、推しです、うんうん、まあ、いろんな作品録音してるし ね、あの方はね、うん、いろんな曲聴けるよね、うんうん、で日本のことも大好きな方だしねそうですね、うんうん、推しですか、推しですか、ね、うん、あえて進めるならばそうですね、うん、なんか、うん、まあそうだね、いろんな曲を入れてるっていう意味では、はい、一番なんだろう、CD とかも選びやすいしね、そうですよね、うん、もしあれで興味がある方がねいらっしゃったら手に取ってね、うん、見たらなんかいろんなご意見あると思うんですけど、うん、僕はちなみにそういうふうに見方が変わったので、うん、やっぱりそのいろんなピアニストがいて、やっぱりその自分のその大切にするものによってその全然違うように見えるわけで、うんうん、そうだよね、うん、同じ演奏でも10年後に聴いたらまた違って聞こえるのかもしれない、うん、またね、これから出てくるね、今まだ小さな子供たちがすごいピアニストになるかもしれないし、うん、ね、そうですね、うん、そうですか、まあそんなところですかね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。